こんにちは、サニージャーニーの水木です。小平です。はい、今回はですね、私たち沖縄に移住して3年目になるんですけれども、移住して感じた沖縄の冬の気候についてお話ししていきたいと思います。はい、ちなみに今回こんな感じでお話ししていきたいと思いますので、下の概要欄にこの目次通りのチャプター貼ってますので、ここだけ気になるよっていうのがある方はそこから飛んで見ていってください。どうですか？まあ沖縄に住んで3年目だけども、思ってたよりも寒い。寒い。寒くなるよね。なんか、うん、沖縄県外に住んでた時は、沖縄って結構ずっと暖かいのかなっていうイメージあったんですけど、うん、まあ住んでみると寒い時は結構寒いですね。結構寒いね。震えるぐらいは寒い。震えてるの？震えてるよ。震えてるで、今回は12月から2月くらいを冬と想定して話していきたいなと思います。はい、まあ、11月とか3月も結構あったかいからね。そうだね、うん、あの12月から2月の沖縄の平均気温調べてみたんですけど、うん、最高が20度。おお、あったかいね。まああったかいよね。さすが沖縄だね。もう春ですよ。春だね。ていうかもうね、北海道では初夏ですよ。ああそうだね、北海道出身だから、ね、はい、北海道出身なんですけども、北海道では初夏ぐらいの気温ですね。うん、そうかもしれない。はい、で最低が14度。ああ14度、それでも十分あったかいよね。まあまああったかいよね。暖かい、うん、まあ、どのぐらいあったかいかっていうと、うん、東京だと12月から2月の平均気温の最低が2度。あ、2度。まあ、寒い。違うね、うん、ちょっともそこには行きたくない。寒いよ。ほらめ。で、北海道では、はい、マイナス6度。あ、寒い。寒いよ。暮らせないよ、そんなとこじゃ。全然同じ国とは思えないね。で、気温だけ見てみると、うん、まあ、結構あったかいのかなという感じするんですけど、うん、じゃあ沖縄の冬はね、風が強い。あ、強いね。僕サーフィンやるんですけど、海ついて波チェックしに行こうと思って海まで歩いてきても風がビュービューで、ビュービュー、上着着てても寒いまだ震えてる。だから風が強いからね、海辺とか立ってると本当に寒いです。寒いよね。体感気温が実際の気温よりもマイナス5度ぐらい、うん、あ、そうだね、体感温度が低いかなって言われてます。ちなみにね、はい、こちらは部屋の中も寒い。寒いね。確かに暖房つけるほど寒くはないからつけない。でも暖房つけないと寒い。寒い。内地だとストーブとかガンガン焚いて部屋の中は暖かいぐらいなんですけど、うん、まあ、外も中も同じ気温だから、うん、寒いね。寒いね。でまたね、はい、雨の日と晴れの日が結構温度差があるんですよ。そうだね。っていうのも沖縄日差しが強いから、うん、晴れてると結構暖かいんですよ。冬でも晴れてれば半袖で全然いけるぐらい。そうだね、いけるか。俺はね、1月の何日だったかな、昨日1月の22日ぐらいに私は半袖で出勤いたしました。夜はさすがに寒いんだけど、昼間の太陽がたくさん出てる時は全然半袖でも OK でした。ただ雨の日はね、やっぱ結構太陽がないから寒くなっちゃって。そうだね、うん、結構震えるぐらいは寒いかな。また震えてるの？怖い。誰か温めてあげてください。あとね、沖縄に来る人も移住しようと思ってる人も覚えておいてほしいんですけど、はい、沖縄の冬はね、うん、雨が多い。あー、これは大事ですよ皆さん。ものすごく雨が多い。一番大事な情報ですよ。これ、うん、沖縄県外には出てない情報だと思うんですけど、沖縄県内でも県民の人も気づいてなかったりするんですけど、気づいてない人いるよね。そうそうそう。あの、去年の12月、2020年の12月は、うん、連続で2週間雨でした。おお、2週間は長いよね。梅雨よ、そんな、うん、まあ1日中雨降ってるってわけじゃないんですけど、まあ1日のうちに僕原付で通勤するんですけど、うん、行きか帰りかどっちか雨に降られるかな。そうだね、うん、でもびしょびしょです。びしょびしょ。寒いです。また降れてた。でまた曇りも多いからね、晴れの日は珍しいよね、うん、そうだね、うん、まあ、だからね、もし沖縄に冬来ようと思ってる人は、はい、基本雨。雨？うん、そうだね。いや、雨降らなければまあラッキー。うん、雨降らなかったらラッキー。もし晴れ間が見えて綺麗な海が見えたりなんかしたら、もうスーパーラッキー。スーパーラッキー。晴れた君はスーパーラッキー。です。もうそれぐらい、うん、本当にそのぐらいの気持ちで来た方が楽しいかな。うん、そうだね。うん。でももう一つ気になるのは、うん、沖縄って冬は海に入れるのかと。うん、ああ、気になるよねきっと。まあ、結論から言えば、うん、入れます。おお、入れますか？入れるっちゃ入れます。入れるっちゃ入れる。っていうのも僕サーフィンやるんですけど、うん、まあサーファーは内地でも冬でも夏でも海入るからあんま参考にならないかもしれないんですけど、う
まあでも内地だと本当にめっちゃ分厚いウェットスーツ着て、うん、でブーツも履いて、うん、手袋もして、それでも寒いんですけど、こっちだったらもう秋用ぐらいのウェットスーツ着て、うん、で入っても全然寒くはなくて、水冷たいってなることもあんまないですね。そうなんだ。じゃあウェットスーツ着てれば大丈夫、うん、だからちゃんと装備してれば全然入れます。裸だったら、裸だったらね、水着だったら水着だったらまあ、うん、相当な気迫が気迫があれば強くなってくるかなと。いける、なんか12月の最初の方とかだと入れることはないけど、うん、寒いよ。寒いは寒いか。寒いは寒い、まあ、ただ気迫があれば入れるということで。そうだね気迫がある方は試してみてください。うん、でも沖縄の海といえばシュノーケリングだと思うんですけど、はい、そうだね、こんな感じで、これ僕たちが撮った動画なんですけど、はい、まあ、綺麗ですよね。綺麗ですよね。まあ、こんな風に綺麗なね、海が見れるんですけど、ただシュノーケリングしようと思ったら、うん、やっぱりちゃんとした装備がいるからだからやるならツアーに参加するのが無難かなと思います。そうだね。ただね、冬沖縄の海は荒れます、うん、荒れます、荒れます、結構荒れます、荒れます、もう波ダブンダブンで風ビュービューで。そうだね。僕らサーファーからすれば嬉しいけど、シュノーケリングしようと思ったらもうこれはゲロ酔いです。そうで、ゲロ酔いです。ゲロゲロですよ。そうだね。でやったことあるけどね。そう、私たち冬のツアーも参加したことあるんですけど、ツアーに参加するとライフジャケットっていう浮きみたいなベストを着るんですけど、それがやっぱり浮いてるわけだから、この海面の動きを直にダイレクトに受けるんですけど、まあ海が荒れてると私たちも荒れるわけですよ、こうやって、ね、もうあれにやれてだからゲロゲロなんだ。ゲロゲロなんだ。何が最悪って、うん、海の上で酔っちゃうと船に戻っても、まあ、結局は酔ってそうそう、船も揺れるからもう逃げ場がなくて、それが一番辛かったね。まあでも全然楽しいから行ってほしいなと思うんですけど、もしちょっと車酔いとか苦手だなっていう人は酔い止め飲んで参加するのが、さらに相当な気迫を持って気迫もいるんだ。気迫もいるよ。いるよ。そうか、辛いんだからじゃあ気迫と酔い止めを必死で、はい、持って、はい。でまあ、冬のね、沖縄の観光情報もさらっと紹介しようかなと思うんですけど、うん、はい、まあ、海がなかなか入りづらいからそうだ、ね、海に入らなくても楽しい観光情報なんですけど、はい、まあ、王道中の王道、お美ら海水族館、おー、出たー、あれは楽しいよね。楽しいですね。もうジンベエザメの大きさにはね、うん、絶対感動すると思いますから、感動しちゃう。見てください、こんな感じで、あ、素敵ー、でかいよね、大きいね、このぐらいでかいんで、うん、もう本当に自分で見ると思ってるよりでかいと思うから、もう見上げて見上げて見上げて、もう時を忘れちゃうよね。人生一度は見てほしいよね。見てほしいです。ジンベエザメなんですけど、はい、餌やりタイムがあるんですよ。うん、あ、そうだね、まあ、あったね。餌やりタイムの時間は、うん、あのホームページ見てもらえばわかるんですけど、うん、この餌やりが本当にすごくって、うん、すごかった。ジンベエザメがいるじゃないですか。このジンベエザメがこう、あ、ちょっと待って、えっ、ネタバレしちゃうんですか。あ、ダメ、ここでダメ。あの、私としては見た時にとってもびっくりしたって、うん、したね、こんな風にジンベエザメってご飯食べるんだって思ってすごいびっくりしたので、この驚きをぜひ皆さんには直に行って見てほしいです。そうだね、はい、楽しみにしてください。ぜひ楽しみにして見てください。感動しますよ。感動します。まあ、これも知ってる人も多いかなと思うんですけど、うん、アメリカンビレッジ。ああ、アメリカンビレッジ、うん、チャタンっていうところらへんにあるんですけど、まあ、那覇のちょっと北の方、うん、1時間ぐらいか、かからないぐらいかな、その辺にあるんですけど、うん、あの辺は米軍基地がねすごく多いんですよ、うんうん、だからアメリカの文化がすごく色濃くあの辺の地域に根付いてて、そうだね、でそれを集めたみたいな、まあ、インスタ映えな街並みっていうかアメリカンっぽい街並みがたくさんあって、そこでお買い物できたりとか、うん、ご飯食べたりとか、うん、できるところがあるんですけど、はい、まあ、ちょっと写真出しましょうか、うん、まあ、こんな感じで、こんな感じでーす。カラフルなね、おしゃれー、おしゃれだね、おしゃれー、まあ、夜でも昼でもおしゃれだね、おしゃれだね、はい、まあ、こんな風にたくさん写真スポットがねあって、いろいろインスタ映えな写真が撮れると思う、これもまた行ってみてほしいなと思います、はい、ぜひぜひ。で次はね、はい、ちょっと変わり種かもしれないんですけど、うん、琉球グラスってわかりますかね。こんな、あ、そう、私たちが普段使ってる琉球グラスはこんな感じです。泡があって綺麗だよね。わわわ、まあ、これは市販品なんですけど、この琉球グラスをね作れるとこがあるんですよ。そう、ありますね聞いてました、はい、聞いてました
なんか僕はやったことないけど友達がね、そうそうそう、お友達が沖縄に遊びに来てくれた時に琉球グラス作りたいよって言って付き添いで見学に行ったんですけど、とってもこれと同じではないんですけどすごく素敵なのが出来上がってました。しかも翌日とか翌々日とか結構すぐにできるみたいで、結構早いんだね。早かった。だからちゃんと旅行できて翌日できてちゃんと持って帰ってました。まあ、よかったらこんなもん作ってみて。ぜひぜひ。次は、はい、僕らの冬の観光で一番おすすめのおホエールウォッチング。ホエールウォッチング、イエーイ。まあ要するにクジラを見に行くんですけど、はい、クジラ見たことあります？人生で。ありますか？ないよね。まあほとんどの人がきっとないんじゃないかなと思います。まあ、写真出すとこんな感じなんですけど、うんうん、って言ってもこれ僕らが撮った写真ではないんですけど僕らの撮れなくてチャンスがね、はい、でどんな感じでやるかっていうと、うん、小型の船に乗り込んでみんなで沖にバーって出かけていって、出かけていって、まあ、ここも波ザブザブするから酔い止めは必須です。はい。でそれでクジラってプシューって潮吹くじゃないですか、うん、ここからね、うん、その潮を見つけて、はい、いたぞクジラだぞってなって誰かが言うでね、そうそうそう、先に見つけた人がお客さんも含めて、そしたらもう船が全速力でバーっていって、でこのさっきの写真みたいな感じでクジラが潜っていくところを見る。そう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 、まあすごいラッキーだとジャンプしたところとかが見れたりするんですけど、見れます、うん、まあなかなかジャンプするところは見れないかもしれないけど、それでも本当に目の前にあの大きい生物がいるっていうね、はい、本当に目の前に野生のクジラがいるっていうあの感動はなかなかね、ドキドキしちゃうね。でまたクジラ探すのもね、うん、アドベンチャーな感じで楽しいからね。 楽しいよね。しかも遭遇率もほとんどのツアー会社で、まあ、90何パーセントの遭遇率ということで結構高い確率で冬は見れます、うん、で船同士も連絡取ってて、あっちにいたよこっちにいたよって言って必ずお客さんにクジラを見てもらえるように一生懸命頑張ってくれるので楽しい。なんか期間によってはね、うん、返金制度とかあるしね。あ、そうそうそう、もう見れなかったら返金します、全額。そのぐらい自信があるみたいなんで、そうです、うん、ぜひ行ってみてください。行ってみてください。これ一番おすすめです。はい、まあこんな感じでね、今回の動画は沖縄の冬、はい、冬の気候についてお伝えしてきました。はい、まあ一番言いたいのは、はい、雨が多いよーっていうことかな。ね、まあそれでも沖縄全然楽しんでね、よければ冬でも来てくださいね。来てください。こんな感じで私たちはこれからも移住者から見た沖縄のリアルな情報を発信していきたいと思いますので、皆さんぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ、バイバーイ。